シラブエリアに。マルジョイはアトン2004年から2016年まで恒常的にサッカー賭博に興じていたことが判明。そして2017年4月に行われた公聴会ではアトンがギャンブル中毒であったことを認めたため、FA は18ヶ月間の出場停止処分と3万ポンドの罰金という処分を下したムーキー&トリッピアー賭博に関与したとして FA はトリッピアーの10週間の出場停止と罰金7万ポンド約980万円の処分を下すと発表した。マルイバントに合計262件の賭博規則違反で FA から起訴されており、8ヶ月間にわたるサッカー関連活動の出場停止と、5万ポンド約860万円の罰金処分が下されたマルサンドロとなりサッカーイベントへの賭博を禁止する項目に違反したとして、合計18ヶ月間の出場停止処分及び2万ユーロ約317万円の罰金。転職へ転職だお。こうなったら、とりあえず日本人選手獲得してもらいましょう。入荷数の補強ポイントとレベル的には富安あたりですかね。今のところ日本人通訳は必要ないの。草ギャンブル枠として行ってるやん。入荷数いいねよ。水原さんと違うのは入荷数のメンツはみんな悪いことやりそうな感じがするところとなり以外。こんなに完璧な場所があったとは。まずは入荷数でギャンブル依存症も直して再出発してほしい。